6番。はい。例のものは取ったか。例のものを取りました。やるべきことは分かっている。はい、まだ誰にも打ち明けてっていうか言ってもないです。はい。気になることがあるんだ。あ、はい。今まで8番や、まあ、8番とかは俺にそんなにフランクだった。スティーブ。あ、でも結構スティーブ監視はなんか、まあ、気さくな方だったんでフランクに話す印象はありましたね。好きな色だの、何なの企業って。はあ。あ、なるほど。ゴルゴン様がスティーブの格好してたんですね。そうだ。はいはいはい。スティーブはもうこの世にはいないからな。は？え？どういうこと？どういうことですか？え？スティーブ死んだんですか？なに？あいつは昔からな。はい、占いを信じる癖があった。だから今日の占いは赤だった。だから好きな赤に染めてあげただけだ。あ、今日亡くなったんです。冗談だ。もっと前からだ。え？簡単に騙せるの、お前は。だいたい今日の占いが都合よく赤なわけあるまい。え、赤じゃないんですか？まあ、だいたいスティーブが好きな色など数ヶ月単位で変わるからな。はあ、なるほど。まあ、ラッキーカラーが好きな色ってことですもんね。そうだ。まあ、だからわしも聞いたさ。お前の今好きな色は何だと。はい。まあ、そしたら赤と答えたからわしは、それで殺しただけだ。なるほど。まあ、青と答えても殺していたかな。さて。はい。お前にはしばらく、念のために独房で待機してもらう。なーに、心配するな。日数は減らさん。はい、ああ、ありがとうございます。ただ、まだお前のことを信用したわけではない。腕の通信端末はしばらく切ってもらうぞ。いいな。腕の通信、え、あ、はい、わかりました。おい、どういうことだよ。今3人とも孤立する状況なんてあんの、これ。マジかよ。本当にごめん、みんな。マジで申し訳ない。俺がもっと詳しく見てれば、焦って晴れだから青って思ってしまった。もっとちゃんと見てればよかった。クソ死神、ごめん。八番。はい。残念ながら6番は今独房にいる。まあ、勝手にいなくなったんだ。当然だろう。そうは思わんか。まあ、そうですね。だからしばらく、はい、あいつとは話せないかもしれないが。え、まさかあの毒の棒ですか？そうだ。そんな、あれ？てか、クロナーさんは？少し仕事を頼んでいる。仕事を頼んでいる。うん、別の刑務作業だから中に入ってる。はい。じゃあ今日の作業は終了だ。お疲れ様です。日数を減らすよ。はい。まず8番、お前は残り7日だ。7日。で、9番と6番に関しては戻ってきた時に日数を減らす。はい、わかりました。お前はここでおとなしくしとけ。いいな。はい。おやすみ。おやすみなさい。どうしよう、とりあえず、じゃあ
独房行ってみるか、何があったのか。いやもうちょっと一回意思疎通を図りに行こう、あいつらに。でももし俺一人でやっていいんだったら、俺が押すあのボタンを。これ大丈夫？あぶね。カメラある？ない。カメラは？ない。カメラない。動いてる動いてる動いてる。シュメイトさん、メイトさん、ごめん。え、どうしたのどうしたの。でもなんか一回ゾウもちょっと意思疎通を吐く。てかクロノアさんは、クロノアさんいないんだよこの辺り。なんかさっきあのさ、スティーブがさ、はい、俺のとこお風呂に来たんだけど、明らかにさ、はい、お面の下がゴルゴンだった。そうそう、僕も全く一緒。ヒゲが出てたよね。そうで、ゴルゴン普通にあの仮面外してゴルゴンでしたよ僕は。俺の前ではね、出してこなかった。でもなんかキューバには別の仕事をお願いしてるって言ってた。でもどうしよう、完全に隔離されてるよ絶対クロノアさん。俺にできることって言ったらさ、もう今からさ、はい、開けに行くしかないんだよね、はい、レバーを。そうそうそう、ゴルゴンと話した時に言ってたんだけど、はい、あのそう、うわこれ伝えんのめっちゃつれ、あのスティーブ死んだらしい。え？なんで？ゴルゴンがスティーブのことを殺したっていう報告をしてきて、でラッキーから今月あいつの好きな色は赤だったから赤に染めてやったよって言ったんですよ。え、あいつスティーブだったの？はい、ちゃんと。いや、かなり前に殺したって言ってました。だからもう後半はずっとゴルゴンだったみたい。はあ、なるほど。はい、じゃあ分かった。とりあえず俺さ、赤をねつ紫でやってみるよ。いや、なんか赤で殺したって言ってたんで赤なのかもしれない、もしかしたら。え、ゴルゴンが言うにはラッキーカラーが赤だから血に染めてやったみたいな言い方をしてたんで、赤が正解なんじゃないか。赤がラッキーカラーの場合は、はい、晴れのち曇りなんだよね。晴れのち曇り。でもそのトムの手記によると、はい、今日は少し雲が多い、うん、今日は少し少しだな、少し多い。晴れのち曇り説あるね。晴れのち曇り説ある。赤だ、赤でいくわ。赤でやってみよう。はい、ごめんだけど。わかりました、待ってます。クロノアさんもちょっとぜひ見つけてあげてください。僕通信機器繋がってないんで話せないかな。いや俺もわかんない、行ってくるわ。はい、行ってらっしゃい。どうしたのどうしたのどうしたの。そこにいた、そこにいた、そこにいたんだ。そこにいたんだ。 え、すぐそこにいたの。すぐそこにいた。やっぱ僕のこと出さなくてよかったね。でも隠れてた方がいいよな。今んとこ入ってきてはないです。今ガチャって音しなかった？いや、開いてない。この扉じゃない。怖すぎる。ちょっと待って。今見えてない。行く？行くよ。はい。見えない？今んとこ見えてないです。
どうやっていくんだ。ゴルゴン様。そうだ、お前に言い忘れてたことがある。はい。リアムなんだが、はい、おそらく明日の夜には帰ってくる。え、明日の夜。ああ、なるほど、わかりました。だから明日の夜やつをやれ。あ、明日の夜もう決行ですか。そうだ。まあ、ここにある中に食料、褒美を用意しておいた。だが、他言するな、リアムにもな、はい、あ、わかりました。本当に他言をするなよ、はい、いいな、わかってる。もちろんです、他言はいたしません。他の二人にもですかね。そうだ。はい。中にはわしからのメッセージも添えてある。メッセージ、メッセージ。メッセージ。まあ頼みたい仕事もあるんでな。ああ、そこらに、なるほど、お仕事が書いてあると。すぐに実行する必要はないが、はい、必ずいずれ実行しろ。いいな、わかりました。てかね、今宝石店行ったんだけど。はい。いや、わかんなかった。何もなかった。手がかり、手がかりはなし。はっ、え、え、俺だ。感動してるわ。なんで？これここは反応してないのに。ね、なんかフェイントだけ厳しい判定になってない。俺だけ反応する。何それ。まさかそんなに早く帰ってくるとは思わなかった。なるほど。じゃあ僕ここの独房にずっといますけど。ああ、だから明日おそらくリアムはここに来るだ。そしてここは開けるはずだ。はい。奴は必ず先導する。だが後ろから毒を浴びせてやればいい。わかりました。体力が減った奴など殴り殺せよ。いいか、リアムの隙を狙え。失敗したらただでは置かんぞ。作業場から行こう。キュ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 。こっから行こう。こっからあそこに。間に合え。よいしょ。本当に合ってんのかこれ。でもそうだよな。あ、なんか落としとけば大丈夫か。違う違う、赤をオンにする、青はオフ。これ下がオンなもの。オッケーオッケー。でこれで急いで戻って、走れ走れ走れ。これでオンにする。やってみるしかない。切るかこれ。あっ、これでダメだったら終わりだ。え、来た来た。オッケーオッケー。どうすんの、こっちなんだ。こっち何？チェーンルーム。なんかはしごがある、はしごある、はしご。なんだこれ。なにこれ、はしごがあるんだけど。真っ暗すぎ。松明つけよう、松明。なにこの部屋。うわっ、ひび割れてる。急げ、戻ろう。あれを取れなきゃ、作業箱取りに行かなきゃ。はあ、もうこんなこと全部持っていけばよかった。急げ、やばい。でもこれでいけるようになった。オッケーオッケーオッケー。
釣りハンマーも一応持ってこう。必要になるかもしれない。バッテリーがあったら使えるかもしれない。クロナーさんは一体どこに行ったんだよ。てか何の仕事を任されてるんだよ。いや、わかんねえけど、とりあえず行こう。よいしょ。この壁を壊そう。頑張れ。なんだこれ、大丈夫これ。え、あ、リアムさんの部屋だ。バッテリー、事件報告書、リアムの日誌、6冊もあるんだけど、全部回収しよう。黄色の鍵、黄色の鍵と204号室と205号室の鍵、ちょっと全部持ってこう。腹水が、やべえ。なんか音がするな。誰かいるか。リアムまだ帰ってきてないはずだ。よしよしよし、待って待ってくれ。腹水がやべえ。待ってくれ。読むしかない。この鼻声でリアムの立証を読むしかないのか。ちょっと鼻水をかもう。ダメだ。よし、落ち着いたからとりあえずリアムの立証を読もう。先日フォーグナー刑務所側の脱獄者であった死神がバッカニア刑務所に移送されることになったらしい。先月クロノアをバッカニアに移送したばかり。本日バカニア刑務所から逃走者が複数名出た模様。そのうちの3人はフォグナー刑務所で俺が逃した囚人のようだ。だが8番、お前は俺が処刑を遂行したはずだ。自ら志願し会場捜索に着く。会場の船内でくつろぐ3人へ奇襲することに成功。即時移送を開始する。領主長の命令でメデューサ号に移送、および管理を任命された。俺が任命されると何か裏があるのではないか。思い返せば一人の脱獄やフォーグナー刑務所の暴動の責任は一切問われなかった。そればかりがその3人の管理を俺に。俺は命令に従うまで。だが少し調査することにする。まあ確かにな、俺たち3人逃げてるんだからお咎めなしとかはないよな。6番の気候が目立つが、その他は比較的落ち着いている。だが9番は領主長と面会が多い。何やら気になるため調査を続ける。確かに、まあまあこれはゴルゴンサイドについたっていうムーブだったから、これは確かに間違いはない。最近どうも様子がおかしい。それもすべて領主長と会った後。何か怪しい。少し3人にも聞き込みをせねばなるまい。まあまあ結構面談があったからな。事件報告。事件報告書1。ゴルゴン氏、囚人に対し取引。8番、取引に応じず。6番と9番、応じた可能性あり。事件報告書2。事件報告書2。あれから調査を続けているが、領主長の疑惑は募るばかりだ。以前の領主長はあのような横暴さはなかった上、何よりお酒の弱さも気になる。手法であったものが、あそこまで体質が変わるのだろうか。
3人は以前領主の館で盗みを働いたと聞いている。そして領主の雰囲気が変わったのもその前後。気になるな。さらなる調査を続けよう。核心に近づいてる。事件報告書さん。事件報告書3。6番軽犯罪。誰か一人を陥れると二人を助ける。9番大きく関わっている。罠にはめた。ゴルゴン氏から取引。9番に復讐。再会になり告発。領主長はなぜこの行動を起こすのか。そのメリットは何か。怨恨か。しかしそれにしてもだ。そういえば以前ゴルゴン邸にて雇った道化師が問題を犯したとかで、その捜査を行ったが、そういえばゴルゴン邸で彼ら3人が強盗を起こした後、道化師の捜査は打ち切り、3人の捜査に移行された。何があったというのか。これはあれだね、本当監視長ってかリアムさんから聞いた話とほぼ同じ。そしてこれだ、ハツリハンマーをバッテリーで直せる潤滑剤で、あとこれで使えるようになった。ハツリハンマー、これを使って花崗岩を破壊しないといけない。いやもう行くか、行くしかないよな。どうしよう、花崗岩まではあの女子トイレのやつ花崗岩だったんだよな。まず行くためには風呂場だな、風呂場から行かないといけない。こっそり風呂場から行って、その後に、まあ、1階の風呂場に出るはず、おそらく。そしたら、8番。はい。じゃあ今から朝食を配るか。あ、はい、わかりました。あ、ステーキだ、パンパンの。ありがとうございます。で、今日なんだけど、はい、ちょっとお前と話がしたいんだ。いや、僕と？はい、全然いいんですけど。じゃあちょっと来てもらえる？はい。いやー、全く6番には困ったもんだよ。どうしたんですか？結局6番どうなったんですか？あ、今日は独房でゆっくりしてもらって、まあ今日の夜ぐらいには合流できるんじゃないかな。てか9番は？9番も相も変わらず仕事をこなしてもらってるよ。ああ、そうなんだ。あんまり見かけないんでちょっと不安になっちゃった。まあ大丈夫だ。はあ、こっちだ。はい。応接室。中に入れ。はい。あ、どうしたんですか？悪い、少し忘れ物をした。ちょっとそこで待っててくれ。忘れ物は、わかりました。応接室で提案されたのは究極の選択肢。しかしペイントには大きな秘密があった。豪邸の裏にある謎の空間は過去に訪れたあの場所にそっくり。次回、解雇。君の心も監禁しちゃうぞ。